イオン南行徳店は、千葉県市川市南行徳2丁目に所在する、イオンリテール株式会社が運営する、大型商業施設である。ネットスーパー取扱店舗。東京都道、千葉県道55号東京市川線から、東京湾へ至る通りの沿線に立地する地上3階、地下2階の建物。大栄南行徳店として開業した。開業当初の売上見込みは100億円。 オートスロープ設置の店舗で、かつては道路をまたいで、浦安市側にディーマート南京徳店が立地し、連絡通路も設けられ、相乗効果を狙うという、大英店舗が重複する珍しい例であったが、2002年4月に閉店した。後に、跡地には、山田電気テックランド南京徳店が開店したが、連絡通路は残されており、現在は、 山田電機とつながっている格好となっている。2006年10月13日にユニクロでおなじみの株式会社ファーストリテイリングの新ブランド GU の第一号店がオープンしたが2012年9月30日に閉店したが2016年3月1日より運営が株式会社大英からイオンリテイル株式会社に承継された。同年3月14日まで大英として営業し 15日と16日の2日間改装休業をし、17日にイオン南行得店となった。改装を2019年12月4日、イオンリテールが2020年3月末から一時休業し、21年春に食と美と健康に特化した店舗にリニューアルオープンすることが12月3日に千葉日報社の取材で判明した。それに先立ち、 食品売り場以外のテナントは順次閉店となり、2020年3月31日、伊予南京特店としての営業を終えた。その後は所有者が野村不動産に渡った。外装には足場が組まれ、2000年の新築時に施行した、河野池組の設計、施行で1週間の休業の後、翌4月8日から食品館のみ、営業再開。 当初は前日の通り2021年春オープン予定だったが2019新型コロナウイルスや設備工事などの影響もあり同年秋にずれ込んだ。後に店舗名がサッコラ南行徳に決まり2021年7月頃から一部テナントが内定し8月12日には全テナントが公開された。その中には GU が再出店するか同じく ファーストリテイリングのブランド、ユニクロの地域最大級の店舗、TBS、サスケ、筋肉番付のスタッフが手掛けた、忍者パークなどが入る予定。10月29日オープン予定。詳細は公式サイトを参照。売り場は、地下1階から2階までで、地下1階は、食品と生活用品のフロア、1階は、婦人医療品のフロア、2階は、紳士、 子供医療品と文具、おもちゃのフロアである。地下2階と3階の一部は貸し倉庫となっている。2階には、フードコートのほか、山田電機テックランド南業特店への連絡通路が設けられている。専門店は、ライトオン、キャンドゥなどが出店している。全店の詳細及び一覧は公式サイトを参照。屋上と建物脇、地下2階に駐車場があり、有料。 買い物をすれば購入金額に応じて割引サービスを受けられる。駐輪スペースは建物の正面玄関付近と西側で入り口周辺の2カ所に設置されている。無料。ありがとうございます。